ちゃちゃちゃ、バカ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 。落合陽平の10万ボルト TV。はい、じゃあお昼ご飯も食べたことですので、はい、元気いっぱいです。川遊びをしたいなと思うんですけど、ちょ真ん中にちょっと危ない人がいる。やっぱ川といえば水遊びですから。いや今絶対わざとです。絶対わざとだよ。今はわざとじゃないです。もう若干ちょっと目元赤いですからね。あの足元気をつけてもらって。だいぶ過酷な滝あるっすよ。まあ滝はね、滝がありますね。大丈夫ですか。多分声張らないと川の音にかき消されます。え、危ない。やばい。暴れてる、暴れてる。あーやったわ。あーやろ。マー君、落合さん押しちゃダメっすよ。マー君押しちゃダメっすよ、本当に。ホテル押しちゃダメっすよ。いや、押したいけど、携帯とか持ってる。川の事故って結構膝の水深でも本当によく起きうることなんで、本当に気をつけて。まあ一応一つだけ言わせてもらうと、僕ズボン買い持ってきてないんで。え、これってどんぐりのあれですか。カシの木ってこと。カシの木なんか柔らかい、すごいなんかグミみたいな。これなんですか。セメダインの匂いします。ちょ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 っと長尾さん、深いんだって。浅いとちょちょちょ、しかも顔から落ちれないし、中途半端にバチャってなるの。誰も見てないし、誰も見てないし。落合陽平の10万ボルト TV。 そこですね。ナンバーワンって。はい。どうなってんすか、なんか。ちょっとこのピンポンパンポン、もう何言っても受けないよ。あ、いいですね。木のいい匂い。本当だ。あら、ずいぶんと広い畳だね。この部屋にですね、はい、落合さん、長尾さん、内田さん泊まっていただきたいと思います。私も。じゃあこちら3人使っていただきたいと思います。はいはい、しょうちゃんはこれ大丈夫、落ちない。いや、これでも耐えれるんですよ。マジ、わ、怖っ。おお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 で、これっすわ。まあ俺の体重だとね、もう下すりすりですね。どう、気持ちいい。いや、めっちゃいいっすよ、これは。もう寝れますもんね、これ。マジえ、こう座って今の翔ちゃんです。真ん中に、真ん中にこう座って、はいはい、おお、ちょっと不安ですけど、体重任せるとめっちゃ怖い。え、さ、これ足上すぎない。ちょっと俺が下すぎる。ちょっとこれむずっ。え、ギシギシギシ、え、ちょっとむずいな。え、全然安定しないんだけど。多分でもそれが安定しないのが正解なんじゃないですか。安定するわけないじゃないですか。安定っていうか、もうだから俺はもう、こう自由自在に。サメ変動見てたって。いかがですか。いや、これめっちゃ気持ちいいね。おお。
あ俺もなんかいいね、なんかでちょっとこう動きたい時に動けるぞ、こうやって。あ、すっごい揺れる。あ、すっごい揺れてる。ちょっと止めてもらっていいですか。さあ、長尾さん、はい、何を作っていただけるんでしょうか。はい、本日はアクアパッツァ、ジャークチキン、ジャークチキン、あとはカレーかな、夏野菜でもないですけど、まあちょっとパリッとさっぱりと食べれるような感じでいきたいと思います。じゃあ、手軽に美味しく簡単燻製器、簡易スモークン、こちらを使って燻製料理を作りたいと思います。チーズは外せない、カマンベールチーズの燻製をこれ丸ごと使います。やっぱりね、卵必要。一回ちょっと軽く半熟で茹でてから、まだ煙でいぶすと熱が通るので、多分ちょうどいい感じになるかなと思います。卵の燻製も作ります。明太子の燻製もちょっと頑張って作ってみようかなと思います。卵茹でちゃおうかな。そしたら塩水で茹でるの。うん、何時ですか。知らんあとはね、本当はお酢もあったらよかったんですけどね。それなんでお酢入れるんですか。知らん指割れたとしても、そこから白身が飛び出ないように入れる。ボケたんだ。何やってんの。いや、すりおろしですね。これは漬け込むタレを作ってます。肉を。はい、ジャクチキン。リンゴはね、医者いらずの果実だって言われますよね。うん、誰が言い始めた知ってます。誰なんですか。知らないです。これが、リンゴ、玉ねぎ、ニンニクをすりおろしたやつです。ここに今これから、お肉を、まあ、一口大、まあ、ちょっと切って、そこにまずスパイス、ここに持ってきた秘伝のスパイスがあるんで、これをまぶして、でこの中でごちゃん一緒に揉み込んでしばらく漬け込むっていう、まあ、作業になりますね。これ白ワインですね。臭みを取るために本当はね、漬け込んでおくのが一番いいんですけど、まあ、ちょっとジャッとこうお水で洗うっていうよりかは、こう白ワインで洗うようなイメージで、切ったものをペペッペペペッペっていう感じで焼き付けていきます。結構量多いかなと思うんですけど、これがもうパクパク食べれちゃうんですよ。止まんないというか。お、一生だけ一生、あ、一生いけますね。一生いけますよ。いや、一生はいいよ。一生はいいっすか。うん、一生は一生。今後でいいです。まあまあまあ、一生は一生。しかもね、昨日。優しさだよ。え、何度？カレーでしょ？カレーだから結構食べる量は。でも4号ぐらい。7、8ぐらいちょっといいんじゃないですかね。ちょっと今78とか言うから何入れたか忘れちゃったんですけど、人並みになってるなどうすればいいですか。似合うね。キャンプが似合うっていうのはすごくいいことですよ。これはライムです、ね、ライムだ。これも漬け込むようで。漬け込む、鶏肉を食べるために漬け込む。うわ、そっからやっちゃう。テーマは大人のバーベキューですか。大人のバーベキューですね。もうライムはって出てこないですよ。調合してきたえ、ハーブたちが調合を調合してきた。まあ、調合っていうのはあれですけど、ザックバランに入れてきたんですね。え、マジ。これがですね、まあ、コリアンダーとかセージとか、ディルとか、本当いろんなスパイスです。危ない葉っぱじゃないじゃないです、決して。香りもうオリエンタルな香りですまあいろんな本当に花山椒とかもいろいろ入った。すごい、本当スパイス、オリジナルブレンドのスパイス、まあ、まあ、つか普通に目分量でガーって入れてきたので。すごいな。それを、はい、ぶち込みます。マジマジ、うん、いっちゃいっちゃい。で、ここに、塩と、
もう塩ももうバーッと、あーもういっちゃうね、こんぐらいですね、バーッとやって多めで、やべえこれ絶対うまいじゃん。ここに、すりおろしたリンゴと玉ねぎとニンニク、マジ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 、それでまた皆さん、あの今野外ですからねキャンプ場で作ってますからね。うわ超うまそう。落合陽平の10万ボルト TV、用意していただいたスモークのセット、直接火にかけすぎるとそこに穴が開いてしまうらしいので、なのでちょっと火がちょっと余らずなところに置いて、である程度チップが産り始めたら網と食材をセットして燻製すると。しょうちゃんのねメインができれば、私がちょっとおつまみ的なものです。シンプル、あー大事、シイタケ、山崎シイタケ、こちらを使って赤焼きなんか、あーいいね、間違いないだろ、ね、これちょっとね焼き加減ちょっとね難しいんですよ。ごめんね、また、はい、このピーマンは何、わかんないです、ピーマンなんかすでに置いてありました、ね、ピーマンはしょうちゃんから分けていただいたので、ちょっと焼いて食べようかなと。あ、なんかここにいらっしゃったの。そうなんですよ。この今バターのっけてる椎茸、そのバターが溶けて溶けた液がふつふつってしてきたら、醤油を少し垂らして食べていただく。最高のつまみですよ。どうされちゃうかな。単純に今を。うまい、めちゃめちゃうまそうな匂いしますけど、うまじ、うん、どうすか内田さん、はい、チャンピオン、はい、チャンピオン、うまい、うまシンプルでいいっすよ、うん、マイク、いただきます。どうぞ。おお、いいですか、ちょっと、はい、うまい、うまかった、ありがとうございます。おっさん、はい、シイタケの、はい、まあ、ダイヤス醤油をちょっと垂らしてもらって、どうですか、あ、スイさん、ちょっと本当に火傷しちゃうやつ、自分で持つわ、そしたらこれまた焦がさないように、焦がさないようにしてください。どうですか、うん、うまい、全部持って帰った、全部持って帰った、うん、サバ缶のアヒージョ、クソ簡単です。開けます、中の、ね、ちょっと水気を切ります。ここにオリーブオイル、もうひたひたになるぐらいまでちょうど満たされるぐらいですね、この、はい、満たされるぐらいまで入れて、ここにニンニクのスライスを、胡椒少々、まあ、結構たっぷりめに切っちゃって大丈夫です、お塩、醤油、やっといい感じに、そしたら隅っこにポン、以上です。これからアクアパッツァを始めたいと思いますもうキャンプっていうか料理番組みたいになりますねお塩と胡椒をしっかりと、両面こんがり焼き上がって、あとプラス具材を入れて、そしたらまあそれでも軽く炒めたら、そこに塩のワインでバババババって入れて煮込んでいくみたいな感じですね。それがアクアパッツァという感じ。はい、じゃあ違う違う、滑った後に移すなよ。なんすか、滑ってんだこっちは。ワン滑りした後に急にカメラを回されました。なんかやるんすか。はい、これ見てください、
山賊焼き。いや結構外涼しいんだけど今も、はい、やっぱりこう火があるからさ、すごいいいね。卵をここに入れますか。これはもう美味しさ間違いなし。うーわマジマジっすか。本当に。うわーチーズ、これカマンベールチーズだ。カマンベールチーズですと明太子とゆで卵、はい、卵です。はい、しばらくちょっとね、あのちゃんと火ぶつかるかどうか分かりませんけども、やっていきます。乾杯をしたいと思います。はい、で落合さん、はい、温度の方お願いします。じゃあ皆さん、今日はちょっと10万ボルト TV の1周年記念ということで、はい、はい、お集まりいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。お招き、美味しい料理が、はい、皆さん作っ、美味しい料理皆さん作っていただいたんで乾杯を、はい、しましょう。じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。これは、翔ちゃんが作ってくれたアクアパッツァ、アクアパッツァが出てきますか。あ、中尾さん、はい、うますぎるよ。あ、よかったです。うまい。これ本当いいっすね。なんか、辛いでみたいな、おしゃれ、おしゃれ食卓に。なんかバーベキュー、え、出てこないっすよ。そうそう、マー君が作ってくれた。これです。じゃあすみません、田中でした。最後に僕が作ったアヒージョ、ホタテとしめじのアヒージョ作ってきました。ニンニクたっぷりで作りました。よし、いただきます。あ、おいしい。こちらの鮭としめじのホイル焼きを、いいね、いいね。ちょっと下味に塩コショウしてからバターと、あと醤油で、うん、うまいね。間違いない。うまい。あー、うめぇ。うまい。熱いかも。どうですか、うん、これご飯欲しくなりますね。なる。え、ご飯炊いてますよ。7合ありますから。7合。これはサバ缶が熱い。熱いんだ。マジで熱いんだ。あ、これはね、マジで熱い。ただこれ絶対ご飯に合う。何にでも飯に合うって言うんだ。わ、超絶で、超絶うまい。いやこれはもうこのタレもかけないと。かけちゃうか。これなんかね、すごい香辛料が効いてんだけど、なんかねコクがあるというか。嬉しいですね。でもこうやって食べるんだ、うん、やっぱね、自分で作った料理がさ、チャンピオン、これチャンピオン。落合陽平の10万ボルト TV。 キャンプ定番と言ったらもうカレーでしょ。でお昼に使ったあのハンバーグのラードが出たんで、そこからちょっとそのまんま油を引いてお肉を炒めて、細かく刻んだお野菜も炒めて、まあキーマカレー、まあキーマ風な感じでこうやっていけたらな思いますけど、ピーマンと人参とジャガイモ、まあ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 ね、ちょっとやっていきましょう。オープン。ででーん。いや、いいんじゃないですか。じゃまず明太子。あ、ふくふくなってますよ、ほら。あ、ふっくらしてますね。ふっくらします。そして、このカマンベールチーズ。うん、いいよ、これ。うわー、いいねー。ね、じゃあ召し上がってください。はい、いただきましょう。いや、燻製初めてやったけど、明太子とかマヨネーズつけて食ったらないかもしれない。好きなんだよ、辛子は本当に。
うん、うん、これつまみだ。今つまみ最高。つまみとしては。あ、うまいな。あ、いい感じにスモークされてる。うん、うん、うん、美味しい。さあ、チーズと明太子美味しかったですね。はい、ありがとうございます。そして、ちょっと先ほどまでね、寝かしていた卵をいきたいと思います。あら、随分でいい色になってるんじゃないでしょうか。いやすごい、くん玉ですね。くん玉ですよ。美味しそうな香りがしますよ。はい、マー君が作った燻製卵です。燻製卵来ましたよ。いや、初めて本当に燻製料理、燻製料理って意外と難しいっすね。うわ、もう色がもういい感じについてるもんね。あー、すごいいい香り、火取ってますよ。マー君、はい、死ぬ前に食べたい卵ランキング第1位、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、程よいですね。うまっ、うまい。完成ですね、カレーが。長尾さんが作っていただいたカレーを最後に食べましょう。締めでございますが、なんかこの器もいいね。いいですね。なんかね、なんか。じゃあいただきます。いただきます。うまい。おいしい。ちょっとね、中辛が辛めに。いや、うまいですね。あ、ちょっと大人の味と。うん。あ、締めカレーありだ、うん。なんかね、全然ありですよね。結構スパイス効いてるからさっぱりできる、うん、いや本当に美味しい。美味しい、良かったですね。ありがとうございます。良かったです。それではごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あの、長尾くんがあのせっかくカレー作ろうと思ってね、具材やら何やら買ったんですけど、お米がないと、お米を買い忘れるという。いや、もうカレーにね、お米がないとね。いや、もうルーだけ食べるパターンある。ないよね、絶対。ありましたか？ありましたよ。あ、よかったんだけど、あのワンサイズで、あの5キロ。で、あの、まあ、絶対食べきれないじゃないですか。分かってます、分かってます。なので、はい、僕持って帰るんで、余ったら。あ、はい、そのためのあのセロテープも買いました。いいですね、これで美味しいカレーが食べれる。あ、無駄な行動しました。